皆さん、ゴキブリ好きですか？嫌いですよね。ゴキブリ対策してますか？してますよね。それ、大丈夫ですか？ってことでね、今回は皆さんがやってしまっているかもしれない危険なゴキブリ対策をご紹介していきたいと思います。ゴキブリ対策として最も有名と言っても過言ではないのがこちらのブラックキャップです。我らがアース製薬様から出ている駆除剤で、ゴキブリが食べると死に至るだけでなく、食べたゴキブリが巣に戻り糞をするとゴキブリの習性でその糞を他のゴキブリが食べます。きっしょいですね。すると糞を食べたゴキブリも死に至るという激ヤバ商品となっております。これ置いておけばもう無敵やん思いますよね。実際に家に置いてるよという方も多いのではないでしょうか。もちろん私の家にもあります。どこに置いてるかちょっと言いましょうか。ほんまめっちゃ置いてますよ。まず玄関、しかしですね、ちょっとやばい問題がありまして、皆さん置いた場所って覚えてますか？部屋中至るところに置くので、すべての場所を把握していないという可能性ありますよね。これが怖い。まず、ブラックキャップの設置してからの使用期限を見てみると、1年間は効果がありますと書かれているので、1年は放置していても問題ないと。しかし、使用期限が過ぎると、毒が徐々に無毒化されていき、餌を置いているだけの状態になります。また、ブラックキャップの構造上、ゴキブリにとって居心地のいい場所となりますので、ゴキブリの巣になる可能性があります。例えるなら、ゴキブリホイホイのネバネバがないバージョンですね。はい。使用期限が過ぎてそうな人は、今すぐスマホをぶん投げて、設置しているブラックキャップを確認しに行きましょう。実際に使用期限が過ぎたものを置いていて、ゴキブリが何匹も出た。中を覗いたらゴキブリの赤ちゃんがたくさん入っていたなどの声が上がっているので、マジで注意してください。とは言っても、いつどこに設置したかなんて人間すぐ忘れちゃうので、新しく設置した際は手帳やカレンダーなどにね、書いておくことを強くお勧めします。またブラックキャップは誘因成分によってきたゴキブリが駆除剤を食べることで連鎖的に死滅するという商品ですので、逆に外やご近所さんからゴキブリをおびき寄せてるんちゃいますのという疑問が出てきますよね。アース製薬様によると、誘因されるのは遠くても薬剤から半径 1-2メートル程度なんだそうです。ブラックキャップが原因で近所からゴキブリが侵入してくるということはなさそうなので、安心してください。いかがでしたでしょうか。ブラックキャップはプロの害虫駆除業者の人もおすすめしているのでね、ゴキブリが嫌いな人は使用期限を守っておくといいでしょう。その際はいつどこに置いたのかメモっておくこともお忘れなく。ゴキブリは一年中活動する虫なので、ちょっとした隙をつかれないように気をつけましょうね。ちなみにゴキブリは夏の季語。俳句でゴキブリというワードが使われていたら、ああ夏のことを言ってるんだなと思ってください。ってどうでもええわ。ノーブラックキャップノーライフ。少しでも皆さんの知識や話のネタなどになれば嬉しく思います。ではでは。